こんにちは。久しぶりだね。仕事忙しいのそっか、大変だね。今日は、カラーとカットでいいのただ、今の時間だと帰り遅くなっちゃうけど大丈夫えああ、店の方は大丈夫だよ。お客さんは第一だから <laughs>。前回来てから… 半年くらいの割にはそこまで傷んでないし長さも前回とそんなに変わってないくらいもしかして浮気したああごめんごめん冗談君が店の方に何度か連絡くれてたのも知ってるし僕の方も忙しくてなかなか合わせられなくてごめんね にしてもカットはまあいいとして髪色納得した仕上がりだった気に入らなかったのやっぱりねだって色落ちしてきてるけど色ムラひどいし君の髪って色が入りにくいからうまくやらないとダメなんだよね。多分 染めた直後はまあいいかくらいだったんだろうけど、色落ちしていくにつれて嫌になった感じでしょう。<laughs> なんでって。君が学生の頃からの付き合いなんだから、それくらいわかるよ。よし。じゃあ時間も遅くなっちゃうし、ちゃっちゃと始めますか。ちなみに今日はどんな色にしたいのふんふ、うん。 ああ、こういう感じねそしたら今の髪色からでもできるけど色ムラひどいし一度ブリーチ入れた方が色は綺麗になるとは思うんだよねあとは染まり具合見てにはなるけどただ時間結構かかっちゃうけど大丈夫よしじゃあ用意するからちょっと待ってて。 お待たせ。じゃあブリーチしていくねそういえば夕飯何か食べた食べてない仕事終わってすぐに来たんだ僕のこと待たせるの悪いからって別にいいのに仕事はどう楽しいああ大変なんだまあ何の仕事でもそうだけど 楽しいだけでできる仕事ってそうそうないもんね。僕ああ僕も大変は大変かな。好きなことを仕事にしてるとはいえお客さんもいろいろだしすべての人に満足して帰ってもらいたいけどやっぱりうまくいかないことあるしね。あああとは自分の店だから仕方ないけど時間外が地味につらいかな。 このまま少し時間を置くねえあ違う違う時間がいって遅いのは別にいいんだただ朝早くにお願いしたいとか言われると結構きついんだよね僕朝が弱くてさ普段なら結構ギリギリまで寝てたりするんだけどでも朝早い日はめちゃくちゃ目覚ましセットして頑張って起きてる。 明日明日は店休みだから大丈夫だよ。君も休みなのじゃあ明日は彼氏とデートかな確か長く付き合ってるって言ってなかったっけえ別れちゃったのそうだったんだ。じゃあ今は募集中なのね <laughs>。明日は友達と遊ぶんだ。 楽しみだね君ならすぐに彼氏できそうだけどいい人いないのあいい感じに抜けてるから一回流すね暑くない大丈夫うんああさっきの話誰か紹介してって言われてもなあいい年したおっさんならここにいるけど。 <laughs> なんて冗談冗談談よしじゃあ向こう戻るよカラー剤作ってくるから待っててねはいじゃあカラー入れてくね君はまだまだ若いしこれからいくらでもいい人現れるだろうけど僕の方がだいぶせっぱ詰まってきてるよねそんな歳じゃないって <laughs> 嬉しいなじゃあいい子いたら紹介してよじゃあこれでまた時間を置いていくね「私じゃダメ」って僕の真似ダメだよ君みたいに可愛い子が冗談でもそんなこと言ったりしちゃう店の片付けしてきちゃうからそのまま待っててね と色見るねよし綺麗に入ったじゃあ流そうか色どう見せてもらった色にだいぶ近いと思うけど気に入ったならよかったん似合ってるかってすごく似合ってるよかわいいカットはどうする このまま伸ばすそれとも短くする僕の好みうーんそうだなせっかくここまで綺麗に入ったから毛先揃えるくらいでこのままの方が好きかなただお手入れが大変かもしれないけどそれでいいの本当うに。<laughs> 僕好みになりたいって何それ大人をあんまりからかうんじゃありませんいくら妹みたいな存在だとしたって君みたいな可愛い子にそんなこと言われたらどうなっても知らないよ <laughs> ほらちょっと近づいただけでそんな真っ赤になって帰り遅くなっちゃうからさっさとカットするよ ほら、顔上げて「えどうした泣くほど嫌だったごめんからかいすぎた」え「えちょっと待って」え「え好きって僕のことが?え」「え気持ち悪いとかじゃなくていつから?」ってそういうことじゃなくて「おっさん捕まえて冗談言っちゃダメだ」って。 ごめん。疑うわけじゃないんだけど、君みたいに可愛い子が、僕みたいな年を好きになってくれるとなかなか信じられなくて、せっかく気持ち伝えてくれたのに無下にするようなこと言ってごめんね。僕も君のことずっと前から好きだったよ。いつからうーん。昔から、 君を見てて初めは本当に妹みたいな存在だったのにだんだん成長して綺麗になるそしていつの間にか惹かれてて彼氏ができたって嬉しそうに報告してきた時にああ僕はこのこと一緒にいたいんだな好きなんだって実感したかな言ってくれたらって 僕みたいなのに言われたって気持ち悪がられるだけだと思ってたから言えるわけないよ。それに幸せそうな君を悲しませたくなかったしね。ねえ、本当に僕なんかでいいのずっと言ってるけど君よりずっと年上だしそれに多分ものすごく独占欲強いよ。 君だって他の誰にも触らせたくなかったし君が彼氏と別れたって聞いて喜んでる自分もいる君のことを今すぐにでもってねえ時間も遅いしよかったら今日このまま泊まっていかない夕飯ごちそうするからさっていうか返したくないんだけどいいえよかった 僕我慢できそうにないカットは明日でもいいうん <laughs> ありがとうじゃあ僕の部屋に行こっか急すぎる <laughs> ごめんね悪い大人ででも君の可愛い顔を見てたら我慢できなくなっちゃったそれに 君もまんざらじゃなさそうだし首まで赤くしてかわいい期待に応えられるよう頑張るね。